こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロの春の新作の中から大人の男性に似合うような定番アイテムを5つご紹介をしてみたいなというふうに思っています。撮影をしている今現在なんですが、2月の中旬ということでまだまだ寒いんですね。ですのでちょっとまだ早いような気もするんですが、ユニクロの店舗に行くと結構春物をしっかりと揃っているので、買い物をするには結構良いタイミングなのかなというふうに思っています。まあ、店内にはですね、ユニクロの定番アイテムからトレンド感のあるようなユニクロ U まで様々なアイテムがあるんですが、やはりですね、ユニクロの最大の強みというのはベーシックで定番的なアイテムだと思うんですね。こういったものがですね、リーズナブルな価格帯で買えるというところが最大の魅力ではあるかなと思うので、今回ご紹介する鉄板の定番アイテムですね、ぜひ皆さんには理解をしていただいて、今後の買い物に役立てていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということでまず一つ目のアイテムから解説をしたいなと思ってるんですが、僕が今着てるのはですね、ユニクロ U のステンカラーコートになります。実はこのコートですね、前回の秋冬と今回の春夏両方ラインナップされていまして、僕が着てるものはですね、前回の秋冬のものですね。これ実はですね、オンラインでもまだ売ってまして、セール価格になってるので実は狙い目かなと思うんですが、個人的な一押しは今季の春夏のユニクロ U のステンカラーコート、色はダークブラウンですね。これがものすごく色が綺麗で、大人の男性にも似合いやすいかなと思うんですね。色の発色も綺麗ですし、上品な光沢感があって、これは春先にはですね、もってこいのアイテムかなというふうに思ってます。ユニクロ U のアイテムって結構ですね、トレンド入りのものが多いかなと思うんですが、その中でもこのステンカラーコートはですね、着丈もそこまで長くないですし、デザイン的にもですね、割とオーソドックスで使いやすいので、通常のユニクロのステンカラーコートよりも、個人的にはこちらの方が、生地の質感だとか、あとはサイズバランスも含めて、すごく皆さんにお勧めしやすいのかなというふうに思っています。ロング丈のコートというとですね、トレンド感があってすごく使いやすいんですが、こちらはですね、膝丈ぐらいになってまして、そこまで長くないんですね。そのあたりもですね、個人的には使い勝手もいいなというふうに思っています。合わせ方としては内側にですね、ニットを取り入れてみたり、もうちょっとカジュアルにしたければ、パーカーなんかを取り入れながら着崩すのもいいかなと思いますし、一着あればですね、春先のアウターとしてはものすごく使い勝手がいいんじゃないかなと思ってます。動画を撮影している今時期ですね、2月中はちょっとですね、厚手のコート、冬のコートなんかが相性がいいかなと思うんですが、3月に回ったらこのようなライトな風合いのコートに変えてあげることで、季節感みたいなものもですね、ほんのり漂うかなと思うので、ぜひですね、春のアウターの一着としてこういったユニクロ U のステンカラーコートですね、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、僕が今着てるこちらですね。これまた定番になっているユニクロのですね、ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーターですね。色はオフホワイト。これがですね、やっぱり春らしくて使い勝手がいいですし、なんといっても清潔感みたいなものが漂いやすいので、大人の男性の定番ニットとしては、ぜひ皆さんにお勧めしたいものかなというふうに思っています。こちらのニットはですね、割と定番的なサイズ感になっているので、僕はですね、普段 S サイズを着ることが多いんですが、あえてワンサイズ上げて、こちらは M を着用しています。それでもですね、今トレンド感のあるような、ゆったりめのシルエットよりは少しですね、タイトめかなと思います。まあ、このような形で大人の男性であれば、そこまでビッグシルエットに振りすぎない方が使い勝手がいいかなと思いますし、あとは重ね着もしやすいんですね。先ほどステンカラーコートを着ていましたが、あのようなコートを着る際にも下に着るニットがビッグシルエットすぎてしまうと、なかなかですね、着心地が良くないので、まあ、これぐらいの普段のサイズよりも、あえてワンサイズ上げるぐらいのちょいゆるサイズぐらいが使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思っています。ユニクロにはですね、様々なニットがあるんですが、その中でもこのミラノリブのニットに関してはですね、とにかく肌触りがいいんですよね。もうニットというよりは結構スウェットに近いようなすごくサラッとした肌触りで、着ていて全くのストレスがないんですね。ですのでニットが苦手な方でもトライもしやすいかなと思いますし、あとは厚みがいいんですね。薄すぎると単純に寒いですし、厚すぎるとやはりですね、着ていてかさばったりだとか、まあ春に関してはですね、ちょっと厚く感じることもあったりするかなと思うんですね。その点こちらは中肉厚で、程よい厚みがあるので使い勝手がいいんですよね。ですので今の僕のようにですね、インナーの T シャツの上にさらりと着てもらうのもいいかなと思いますし、あとは首元ですね、ちょっと開きますので、ここを埋めるように下にですね、
これまたユニクロの定番アイテムの一つなんですが、バンドカラーシャツですね。こういったものを覗かせてあげると、またバランスがいいかなと思うので、こちらのニットあれば様々な着こなしができるかなと思っています。ニットを主役にした着こなし、あとはレイヤードを組むような形で、下に白シャツを入れるような着こなし、そしてその上にですね、ステンカラーコートを着てもいいですし、今時期だったらダウンを上に着てあげるのもいいかなと思うんで、結構様々な季節に使えるアイテムなので、春の定番のニットとしては、このミラノリブのニット、ぜひ皆さんにお勧めしてみたいなというふうに思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらですね。エクストラファインコットンストライプシャツですね。これがですね、なかなか雰囲気が良くて、個人的にも気に入っているわけなんですが、まあ大人の男性であったらですね、ちょっと小綺麗に振った方が素敵に見えやすいというところで、襟付きのシャツもですね、1枚あると便利なんですが、こういったシャツって失敗するとですね、結構ビジネスライクになりすぎたりだとか、硬く見えたりするんですよね。そこが一つのネックなんですが、こういったストライプ側のシャツだと、程よくですね、カジュアル感みたいなところも漂うので、結構バランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。僕はこういったストライプシャツが大好きで、いろんなブランドものを買ったりしてるんですが、今回のユニクロのこちらのシャツ、なかなかですね、清涼感があって素敵な柄かなと思ってまして、ブルーとホワイトの2色で構成されてるんですが、割とですね、ピッチは太めで、等間隔のストライプというよりはですね、結構大胆な幅になっているのが、個人的にはですね、春らしくて、すごくバランスがいいんじゃないかなと思ってます。もっとビジネスっぽいシャツだと、幅も狭いですし、ブルーとホワイトの等間隔のものが多かったりするんですが、このですね、ランダムな感じとかが、個人的にはなかなか雰囲気がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。僕が今選んでるサイズはですね、M サイズなんですね。これもビッグシルエットのものではなくて、トレンドに合わせながら程よくゆったりめにはなっているんですが、割とオーソドックスなサイズ感かなと思うので、これは普段のサイズよりもワンサイズ上げてもらうか、個人的にはもうワンサイズぐらい上げてもいいかなと思うんですが、少しゆったりめに着てあげてもですね、大人の男性でも良いのかなというふうに思っています。着方としては内側にですね、白の丸首 T シャツを合わせて、第一ボタンを開けて着るというのが一つの方法としてあります。もう一つはですね、第一ボタンまでしっかりと締めてしまって、小綺麗に着るというのも今っぽい着方の一つかなというふうに思っています。まあもちろん単体で着るのも悪くないんですが、個人的にはですね、この上に先ほど合わせていたステンカラーコートですね。そちらを羽織って内側にですね、このような少しアクセント要素を取り入れるのが好きなので、ちょっとコートをですね、この上に羽織ってみたいと思います。はい、ということで上にコートを羽織ってみました。どうでしょうか？ストライプ柄がですね、だいぶ面積が小さくなるのが分かっていただけるかなと思います。大部分がですね、コートの下に隠れてしまって、この真ん中のラインだけですね、そこにストライプのシャツが見えてくるので、それが着こなしの程よいアクセントになりますし、ちょっと華やかな雰囲気にもなるので、個人的にはこのようなストライプ柄のシャツの上に何かコートだとか、あとはジャケットを羽織って少しですね、ストライプの見える分量を減らしながら着るというのがすごく好きなんですね。まあシャツというですね、小綺麗なアイテムを着たとしても、柄がストライプというだけでだいぶカジュアルな印象が出るかなと思うので、このような着こなしもぜひ取り入れていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、僕が今着てるこちらの T シャツですね。ここ数年はトレンドアイテムではあったんですが、すっかりユニクロの中でも定番的な位置付けになってきているユニクロ U のエアリズムオーバーサイズ T シャツですね。こちらのパープルがすごく色味が綺麗で、大人の男性の春服としてはすごく使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんにもおすすめができればなと思っています。まあ、サイズ感に関しては少しゆったりめのシルエットになってまして、袖が長かったりだとか、身幅にもゆとりがあるので、サイズ選びに関しては通常のサイズを選んでもらうのもいいかなと思いますし、僕はですね、ちょっとトレンド感があるものが好きなので、あえてワンサイズ上げてですね、M サイズを購入しました。まあ、このようなシンプルな T シャツにもサイズ感にはトレンドみたいなものがありまして、最近はですね、定番のものでも少しゆとりが出てますし、このようなユニクロ U の T シャツに関しては結構大ぶりにはなってるんですが、比較的大人の男性にもですね、使いやすいアイテムになってますので、ややトレンド的ではあるんですが、新定番としてこういった T シャツもぜひ皆さんトライをしていただければなと思ってます。本当にベーシックなところからトライをするのであれば、ホワイトだとかブラックが使いやすいかなと思うんですが、まあ春らしさだとかちょっと新鮮な気分を味わいたいのであれば、パープルなんかはですね、個人的にもおすすめかなと思っています。今ですね、ちょっと室内めちゃくちゃ寒い中で半袖 T シャツを着てるわけなんですけども、春先であったらこの上にですね、例えばカーディガンですね、
カーディガンをさらりと羽織ってもらうのもいいかなと思うんですね。それだけで春の着こなしが一つ完成しますし、もしくは寒い時にはこういったですね、シャカシャカ系のアウターですね。僕今持ってるのはですね、アークテリクスのものなんですが、他にはノースフェイスだとか、パタゴニアだとか、まあユニクロ U の今季のですね、オーバーサイズブルゾンだとか、そういったものでもいいかなと思うんですが、短い丈のですね、カジュアルなアウターを上に羽織ってもらうのもいいかなと思うので、この T シャツを主軸としながら、様々なコーディネートもできるので、こういった T シャツもぜひ皆さん、トライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、ボトムスですね。今僕が履いているユニクロのスマートアンクルパンツのブラック。これはですね、ぜひ皆さんにも持っておいていただきたい最強の定番アイテムかなというふうに思っています。まあ、ユニクロもですね、様々なボトムスがあるんですが、その中でもたった一本だけおすすめするのであれば、定番はまさにこのスマートアンクルパンツかなというふうに思っています。アイテム自体ですね、程よい綺麗さがあるのがこのパンツの特徴なんですね。まあ、見ていただくとわかる通り、センタープレスが効いていて、スラックス調のアイテムなんですが、しっかりとですね、ストレッチも効いているので、着心地も抜群にいいです。そしてシルエットとしては、もも周りだとか腰周りには適度にゆとりはあるんですね。そこまでビタビタに細い形ではないので、そういった点では今のトレンド感というのも程よく感じられるのが、このシルエットかなと思っています。一方で膝から下に関してはテーパードといって徐々に細くなるような形なのでスタイルもよく見えるんですね。このパンツだとですね、ちょっとお腹周りが出てきた大人の男性でも意外と体型のカバーができたりするので個人的には使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。で、色のバリエーションは様々あるんですが、やっぱり一本選ぶのであればブラック系が様々な着こなしに合わせやすいかなと思っています。例えば今回ご紹介したようなベージュ系のステンカラーコートにももちろん合いますし、それだけではなくて白の丸首のニットだとかストライプシャツ、それだけではなくて春から夏にかけて活躍するようなエアリズムオーバーサイズ T シャツですね。そういったものにも相性がいいので、一本あればですね、綺麗めな雰囲気を気概に出すことができるのが、この名作のですね、スマートアンクルパンツの黒かなと思っています。素材の感じも気持ちよくてですね、ストレッチも効いてますし、さらりとした肌触りになっていまして、肌と触れた部分もですね、すごく気持ちがいいんですね。見た感じもですね、程よい光沢感があって、チープな感じがしないのが個人的にはすごく気に入ってる点ですね。僕も黒系のスラックスは大好きで、今まで何十本も買ってきたんですが、その中でも価格帯が手頃で、なおかつシルエットのバランスがいいのはですね、スマートアンクルパンツかなと思っています。まあ、好みによって少しだけゆとりを出したい方はスマートアンクルパンツがいいと思いますし、よりスタイルをよく見せたいのであればグローバルワークのアーバンスラックスですね。この2択がですね、やっぱり使い勝手がいいかなと思うんですが、ユニクロで買えるところで言うと、このスマートアンクルパンツ、まさに鉄板で使いやすいかなと思ってます。丈の長さも最初から短めになっていまして、僕の場合、ギリギリ靴とですね、触れるぐらいの長さになってまして、横から見た時にもですね、ちょうどバランスがいいので、そういった点もですね、隠れたメリットなのかなと思ってます。まだお持ちでない方は、ぜひこのスマートアンクルパンツの黒、素晴らしく使い勝手がいいので、チェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではユニクロの春の新作の中から大人の男性に似合うような定番アイテムをですね、5つご紹介をさせていただきました。どのアイテムもですね、目新しさがあるというよりは定番的で見慣れたものが多いかなと思うんですが、それにしてもですね、ベーシックで使いやすくてなおかつですね、リーズナブルというところでは他ではですね、実現できないようなものばかりなので、ぜひ皆さんもですね、店頭に行って、まずは試着をして気に入ったものはですね、コツコツと買い揃えていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説していきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。